広島で今は生活もされているということですけども、はい、この広島チーム戦、あの関東の方から広島、はい、東広島の方に移ってこられたということなんですけども、あの会社の方がですね、広島県が行っている助成金事業の方に参加することになりまして、でそれプラスチームのオーナーがですね、もともと広島県出身の方でして、はいはい、でそういった縁もあって広島の方に拠点を移そうってことが最初のきっかけでしたね。広島空港着きました、久保君。どうですか？いや、今のところ何も広島の実感なしですけど。なしですね。昇竜拳トーナメントのT シャツ着てきてるけど。広島な、これからどんぐらい住むか分かんないですけど、はい、いろいろ知っていきたいですね。あ、そうですね。そうですね。これが来ましたね。そう。あ、これ一見これ入り口っぽく見えるじゃん。入り口に見えますけど、これはね、ダミーです。ああ。ああ、なるほど。お、すごいいいですね。こういうことっすね。配信スペースですか、ね、これが一応そのつもりっすね。で、ここを。あ、いい。すごいいい場所ですね。広さもありますし。意外とちょうどいいでしょ。ステージみたいになってて。うん。そうなんですよ。そうですね、楽しいですね、はいはい、どうですか、広島でプロゲーマーとして活動していく上で何か発見もしくは課題見つかったりしてますか？今の時代ですね、やっぱりオフラインで大会やイベントをすることはないので、オンライン上でできるですね、ほとんどのことが、はい、そうなるとあんまし変わらないなと思いましたね。そうですか。関東いても広島いてもどっちにしろやることは変わらず配信や動画なので、そこら辺の違いはないんだなとは思いました。ちなみにその広島っていう点で言うと、はい、やはりあの、はい、e スポーツ道にもよく出ていただいてるんですけど、はい、ガチ君について伺いたいなというふうに思うんですけども、ガチ君、はい、ガチ君との交流という点ではいかがですか？ガチ君と自分がですね、はい、あの同い年なんですよ。10代の頃から知り合いでして、お互いまだ現役でゲームをやっていますし、プロゲーマーになっていて、でガチ君は広島から関東に行って、自分が関東から広島に行ったので、なんかすごい運命的なものはありますね。ちなみにゲームについてはガチ君と最近お話何かされてますか？ガチ君の方がですね、今大きなイベントに出演していまして、でそこで出てくるキャラクターが自分が使っているキャラクターでもあったので、対策をしたいってことで夜オンライン対戦などはしていました。はあ、ですからそこでトレーニングを共に積みながら、はい、スキルアップしていくと。はい、やはりこうどちらにもメリットはありますか？それはもちろんストーム久保さんの方にもプラスになる部分も大きいと。はい、そうですね、プレイのスキルが磨かれますし、やっぱりあの普段からそういう交流があった方が何かといいこともあるので。いや、かっこいいな、やっぱプロですね。そういうふうに、まあ、ある意味こう練習試合じゃないですけども、はい、そこでいかにこう研鑽を積んで本大会に臨んでいくかというところで、日々仕事もやりながら、そしてその夜のトレーニングという時間もあるということなんですけど、はい、わあ、面白いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ホームページを拝見するとですね、はい、あのストーム久保さん の, あのページのところで、生涯を通してゲーム関連の活動をしていくということであったりとか、はい、ゲームに希望を持っている人を支援するというふうに書かれているんですけども、はい、今この目標にはどれぐらい近づいているとお考えですか？生涯を通してゲーム関連の活動をしていく自体は、はい、どんな形でもあるので、まあ、今後はどんな形でもやれると思います。ただゲームに希望を持っている人を支援するというのは、まあ、正直な話自分一人ではできないものでして、やっぱりチームのサポートだったりスポンサーさんのサポートがないと達成できないことなので、まあ、まだまだ本当に 1% もできているか自信はないですね。ああ、そうなんですね。ですからこれからよりそこのパーセンテージを高めていくために、はい、ストーム久保さんはどういうことに取り組んでいこうと現段階ではお考えですか？
やはり今活動している内容の配信や動画投稿、それによってやはり見かけてくれる方が増えているっていうのもあって、例えば認知度の上昇、あとは大会での活躍などをして、でチームを応援してくれるファンやスポンサーさんの獲得とかを目指しながら今後は活動していきたいですね。そこにこう向かってよりまた日々のトレーニングであったりとか、はい、いろんな発見をしていくというところなんですね、はい、ちなみにその今この e スポーツ関係の中で注目している選手とか、はい、もしくはこう関係者っていう方はいらっしゃったりしますか？やはりガチ君が自分の中ではずっと尊敬する人なんですね。ガチ君って自分にはないものを全部持ってるんです。自分より先にプロゲーマーという道に進んでいますし、家族も家庭も持っていて、で多分日本でトップクラスに強いプレイヤーで、広島の星と言われるぐらいすごいプレイヤーで、そこまで活動していくっていうのは普通じゃできないと思うんですよ。それを同い年の彼がやってるっていうこと自体がやはり尊敬しますね。ですからこうまた見据えているストーム久保さんがこの先を見ているビジョンの先にいるのがこのガチ君というところですかね、はい、いやでもそれが違くてですね。あ、違うんですか、はい、逆に言うとガチ君がやってることはやらなくていいなと思ったんですよ、はい、ガチ君がやってないことを自分がやればこの世代は割と面白い世代になるのかなと思ったので、うん、ガチ君が王道だとすると自分は邪道でやってった方がいろいろ幅が広がるかなと思って、いろんな選択肢が増える方がまたこれから先の未来将来の e スポーツにとってもいいんじゃないかと。そうですね、やっぱり同じ道だけっていうと本当に狭い世界に見えてしまうので、いろんなパターンがあった方がいいと思います。うわ深いです、かっこいいですって言ってゲーム全くできないんですけどね私じゃあ最後にですね、こんな質問をしてみようと思います、はい、ストーム久保さんにとって、はい、e スポーツとはどういうものですか？ e スポーツですか？ e スポーツ e スポーツですか難しいですねすいません、ついついなんかインタビュー番組の司会者っぽいこと言っちゃいましたがついついそうやってまとめたがっちゃいましたけども、はい、いや e スポーツとは改めてストーム久保さんにとってどういうものかなというふうに思いまして、はい、自分にとって e スポーツとはっていうのはあんまり考えたことないですね。やっぱり自分が生きてこれたのがそもそもゲームのおかげで、そのゲームが気がついたら e スポーツになっていて、でも e スポーツだろうがゲームだろうが一応生きていくものでは変わらないので、そんなに深いことは考えたことなくていいことが言えないですね。あ、いやいやいや今のお話だけでもやっぱりその生きていく上でのゲームというものが今は e スポーツとして戦われているというところにつながっているということですね、はい、ですからまあ人生そのものっていうようなところですかね。そう言えるようになりたいですということですね。私がまとめてどうするんだっていう、はい、いやいや助かりました。いや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 